改めまして皆さんこんにちは、まぶちでございます。すがすがしいですね。昨日の雨が嘘のような感じでした。昨日テレビ見てましたよね。ニュースで一番最初、大雨のニュースで一番最初に出てきたのが宇都宮だったもんです。これはどうなることかと思ってましたら、今日はなんとかきれいに晴れ上がりました。雨の後のすがすがしい感じであります。今日はこれだけ多くの皆さんにお集まりいただきありがとうございました。今日はお手元に、私のレジュメをお配りしておりますので、基本的にはそれに沿ってお話申し上げたいと思いますが、いつもいろいろ講演の機会をいただいて、いろんな場所でお話申し上げているんですが、しょっちゅう飛びましてですね、必ずしもここで、書きました2枚でまとめてありますが、それが全部言えるかどうか分かりません。で、今日は一応1時間ちょっと最初お話ししまして、少し休憩タイムを取らせていただいて、その後、できる限りで最後までまとめたいと思いますが、それでもし、それで4時には終わりたいと思うんですけども、その後司会の方からも後で、ご紹介があるかもしれませんが、お茶でも飲みながら、もう少しこう質疑応答といいますか、気楽な感じで続けられたらなと思っております。さて、今日は国難の正体、グローバリズムの罠という題をいただいておりますが、実はこの間ちょうど1週間前に、参議院議員選挙が行われました。で、一体この選挙の結果をどう総括すべきかということから入りたいと思いますが、それが実はこのレジュメにはありませんけれども、国難の正体とも結びついているということでございます。どういうことかと言いますと、もちろん安倍自民党が大勝したわけですが、じゃあ誰が負けたのかということですね。報道によれば、民主党だということになるんでしょうけども、果たして民主党だけなんでしょうかと、負けたのは。で、私が思いますのに、実は参議院選挙の真の敗者は戦後の秩序ではなかったかという感じがするんです。戦後思想ですね。GHQ 思想とも言ってもいいんですが、それを体現してきた、政党で言えば、民主党以下になるのかもしれませんが、それから何よりもマスメディアですね。それからその他の、知識人も、多くの知識人も入るかもしれません。経団連だってそうである可能性があるんですね。だから、そういう日本の戦後秩序というもの、日本を長い間70年間支配してきた戦後秩序の秩序が敗北したと。それが先般の参議院議員選挙の結果ではなかったかと思うわけです。それにはもちろんその前の衆議院議員選挙もそうでしたし、都議会議員選挙もそうでした。その3つの選挙の結果を総括しますと、結局日本国民が立ち上がったんじゃないかというのが私の感じなんですね。もうこれ以上騙されないっていうことなんです、言ってみれば。だから私は今回の参議院議員の選挙結果を見て、いよいよ本当に国民の多くの方が国難の正体をいよいよ見破ってきたと、そういうことにつながっているんじゃないかということを強く感じたわけなんですね。ですから今日どうしても最初にこのことを言いたかったわけなんです。で、なぜそうなのかということはまたおいおいもう少し詳しくお話申し上げたいと思いますが、でもう一つ、実は先ほど、主催者の方々とのお話をしながら、私もふと思い出して、やはりこれを最初に言わなきゃいけないのかなと思いました。それは昨日朝鮮戦争休戦60周年っていう行事がありましたね。で、北朝鮮に呼ばれて、もう日本のメディアも危機として出かけて大宣伝をやっておりましたけども、
その朝鮮戦争とは一体何だったのかということを今改めて考えてみなければならないのではないかと思ったんですね。それは私のこの国難の正体も実は書いてありますし、今日も本題ではないんですが、そういうことを主体的にしてお話していきたいと思ってたところなんですね。朝鮮戦争とは皆さん教科書で学ばれた、近日性北朝鮮軍が突如韓国に侵攻したと。でそこで国連軍が、作られて、それで、追い返したと。そしたら今度は中共国が義勇軍と称して入ってきた。それで結局3年間戦争したわけですけれども、それで、まあ、結局元の38度線で休戦が成立した。休戦なんですね。まだ終わってないんです、あの戦争は。ただちょっと打ち方やめと言っただけの話で、今日のニュースでも流れてましたけども、一部は言ってましたが、あの休戦協定の、署名者っていうのは3社あるわけですけども、皆さんご存知ですね。北朝鮮はもちろん、それから中国がさ、もう一つはどこかというと国連軍と、まあ、称するアメリカなん。つまり韓国は違うんですね。これが、まあ、一つの謎の一つでもあるんですが、韓国は韓国を舞台にして戦争が行われたんですけれども、その休戦協定の当事者ではないんですね。これはどういうことなんでしょうかということなんですが、ところがとにかくこの朝鮮戦争っていうのは不思議でしょうがない戦争です。先ほど申し上げましたように、教科書的には金日成軍が突如その38度線を突破して韓国に侵入したということになってますね。で実際そうなんですが、しかしなんですね。なぜ国連軍が参加したんでしょうねということなんですね。で皆さんご存知の通り、国連軍というものは、まあ、後にも先にもあの時できたんですが、あれが最初だったんですけれども、安全保障理事会っていうのがありましてね、安全保障理事会が OK しないとできないんですね、うん、これは教科書通りですが、と当時の安全保障理事会、まあ、今も同じ、まあ、今のとは一つだけ違ってるんですが、安全保障理事会のメンバーっていうのはアメリカとソ連とあれですね、イギリス、フランス、当時は蒋介石の中華民国、今は中華人民共和国で、ソ連に代わって今はロシアですが、これが基本的にはみんな賛成するか、あるいは反対、少なくとも反対しないと、反対することが、なければですね、できないんですね、国連軍。でもちょっと考えてみてください。朝鮮戦争っていうのは北朝鮮の背後にはソ連がいたわけですよね。でそれがほとんど勝ってたわけですね。でそこに国連軍が介入してそれを押し戻すんですが、その国連軍を作る安保理決議に通っちゃったんです。不思議ですね。なぜソ連は反対しなかったのか、この本にも書いたんですが、読まれた方もありますね。当時スターリンですが、スターリンはソ連に出席するなって言ったんです。その安全保障理事会にね。だからソ連の欠席のまま国連軍が編成されて、実質上アメリカ軍です。マッカーサーが司令官として行きましたね。不思議ですね。なぜソ連は、だって自分の同盟国の北朝鮮が不利になるようなことに、を認めてしまったんでしょうね。それは単にスターリンが猛毒していたからじゃないんですね。それはちゃんと当時の外務大臣のグロムイコがちゃんと証言してるんですよ、実はね。グロムイコの回想録っていうのは出てるんです。ちなみに私がこの本を書いたもそうだし、今日のお話もそうなんですが、全部公開情報です、基本的に。何もそんな裏情報とかね、ちょっと怪しげな情報屋さんの話を聞いたわけじゃない。グロムイコっていうソ連の外務大臣を何十年か務めた人、その彼がちゃんと回想録で世界に明らかにしてるんです、その謎をね。それでグロムイコが、いやこれはこの国連軍を作るっていう決議に対しては、安保理の決議に対してはソ連は反対すべきだと、当然ですよね。
スターリンに進言したら、スターリンは何と言ったかと。いや、ソ連は出席すべきでないと言ったんですよね。その決議案を潰せとは言わなかった。決議案を通せって言ったわけです。こういうことが、堂々と公開情報で流れてるんですよ。そうすると朝鮮戦争ってのは一体どういう戦争だったのか。もうわかりますね。アメリカとソ連は結託してたわけです。まあ結託ということは良くないんですが、同意のもとに行われた戦争なんですよ。それは、ちゃんとご存知のように、ちゃんとそのアメリカが唇を切ってた。アチソンという、国務長官がその年、起こったのは1950年ですよね。その年の初めに、韓国はアメリカの防衛線の外だって言っちゃったんですよね。あえて私は言ったんだと思うんですが、ミスじゃないですよ、これは。だから、アメリカが北朝鮮軍にどうぞ韓国に侵入しなさいって言ったわけですよ。ね。その通り、そこから6ヶ月後ですか ?7 ヶ月後に、6ヶ月後に侵攻したわけですよ。じゃあ当然ですよね。アメリカは、の、防衛線の範囲外だって言うからどうぞ自由におやりなさいって言ったことですよ。それでスターリンは国連軍をどうぞ作りなさいって言ったわけですよね。そういう戦争だった。で、その事実を知らなかったのがマッカーサーなんです。不思議ですね。国連軍の司令官、事実上アメリカ軍の司令官として、朝鮮戦争、北朝鮮軍と戦った最大の責任者のマッカーサーが、そのことを知らなかったわけです。知らなかったどころじゃないんです。彼はね、朝鮮戦争で当然戦争ですから勝とうとしていろいろな作戦を本国に進言するわけですね。と全部ノーと言ってくるわけですよ、ワシントンは。で、マッカーサーは何が何だか分かんなくなる。で、彼、マッカーサー回想録というのもちゃんと出てるんですね。でも、あまりこの部分は注目されてない。マッカーサーが日本でどういう統治をやったかということばかり、日本では注目を浴びて、朝鮮戦争の部分はほとんど無視されてるけども、堂々と証拠として残ってるんです。マッカーサーは、そのトルーマンの特使のね、アベル・ハリマンとの会談を回想してこう言ってるんです。ワシントンでは外国、特にイギリスの影響力が非常に強く働いてる。で、共産主義、つまり北朝鮮軍勢力ですね、に対する攻勢を強化することにはあまり関心がないと。アメリカ政府は関心がないって言ってる。トルーマン大統領は、蒋介石を非常に嫌っており、っていうのこれも不思議なんですが、蒋総統と仲良くする者は、大統領の怒りを買うことを覚悟せねばならない。つまり、蒋介石と仲良くしてたのはマッカーサーなんです。だからマッカーサーは何とか蒋介石をここに介入させようとしてたんですね。それは、ノーと言ってきたわけですね。で、しかも、蒋介石を、その、擁護するようなことはけしからん。ということなんです。で、その、極めつきは一つだけ申し上げますが、で、中共軍がそのうち介入してくるわけですね。で、中共義勇軍なんですが、その、王緑湖にかかっている橋を、当然、その橋を越えて、橋を通って、北朝鮮に入ってくるわけですから、当然誰だって常識的にその橋を叩こうと思いますね。で、マッカーサーもそれを進言して戦わせてくれって言ったらダメだって言ってきたんですね。なぜダメか。イギリスが反対してるって言うんです。不思議な戦争ですね。で、それでマッカーサーだけじゃない。マッカーサーが解任された後、休戦協定、ね、昨日60周年。それに調印したクラーク将軍というのがいるんですが、アメリカの将軍。クラーク将軍もマッカーサーと同じようなことを言ってる。で、クラーク将軍も回想録を出してるんですけども、私に、つまりクラーク将軍に付与された任務は、防戦的なものだったと。私には勝利するために必要な権限も武器、兵員も与えられなかったって言ってるんですよ。それで、アメリカは戦争させられたわけですよ。アメリカがさせられたっていう方は変ですが、結局アメリカの兵士は無残無駄と流さなくてもいい血を流したわけですね。それが朝鮮戦争の実態なんです。こういう戦争ですよ。
なぜそうなのかということですね。その戦後のこういう、これは一つに過ぎませんが、この不思議っていうか謎ですね、これは私にとってもずっと謎だったんですが、それを解明したのが結局この本だというか、その答え、それから導き出される今日日本をはじめ、世界が直面している最大の問題とは何かということのヒントが、それを解明するヒントが、例えば今の朝鮮戦争の不思議な歴史にもあるということなんです。それは朝鮮戦争だけじゃないんですが、中華人民共和国がなぜできたかということを考えてもそうですよね。毛沢東が偉かったわけでも何でもない。蒋介石はほとんどその第二次世界大戦が終わって国共内戦と言いましたね、国民党軍と共産党軍が内戦を始めた。ほとんど蒋介石が勝ってたんです。それに蒋介石に待ったをかけたのは実はアメリカなんですね。蒋介石にお前は勝っちゃいけない、共産党と連立政権を作りなさいなんて言って、だから蒋介石は驚愕するわけですね。あれ、アメリカは我々の同盟国じゃなかったのか。実は同盟国じゃなかったんです、ね、このことを見間違うと戦後の今までも続いている世界政治の根幹って言いますかね、それがわからない。アメリカは何も民主主義のために第二次世界大戦を戦ったんじゃないんですよ。私に言わせてみれば世界を共産化するために戦ったんです。不思議ですね。アメリカは民主主義の騎士である、かたや共産主義の騎士はソ連である。で、戦後アメリカとソ連がいわゆる東西冷戦という形で対立するということになってるんですよ、教科書では。だけどもアメリカはじゃあ何のために大東亜戦争を戦ったのか、中国を共産化するために戦ったというのが私の結論です。共産化のアジアの対する共産化の波っていいますか、構成っていうのは、上はソ連から降りてきましたね、満州から中国に。それから中国の中では一応弱小ながら、毛沢東が共産主義運動をやってたんですね。で、それに対して明白にノーと言ったのは日本なんです。日本はやはり日本の国体から考えて共産主義っていうのは日本の国体に合わない。だから共産主義が広がるのは阻止しなければならない。そしたら、で、同じように民主主義を標榜しているアメリカだって当然同じ考えのはずですよね。だけどもアメリカは日本の味方をしてくれなかったわけですよ。むしろ日本が邪魔だったということですね。つまり中国を共産化する上で日本に勝ってもらったら困ったわけですよ、アメリカは。だからアメリカは蒋介石にけしかけて、しかも蒋介石を使って日本と戦争させたわけですね。もう蒋介石はもう完全に負けてたわけですよね、日本に。それでもアメリカは蒋介石に負け、お前は負けちゃ、戦いをやめちゃいけないっつって重慶にまでをね、逃げさせて、もうまだ戦いを続けさせたんですよ。そして戦争が終わった途端に、もう蒋介石さんはもう結構ですっていうことになった。今度は毛沢東になって、不思議ですね。皆さん、いくら世界史の教科書読んだって学校で習ったって分かんないですよ。これが今まで隠されてきたんですね。アメリカはもちろんそんなこと言いませんし、日本の学者さんという立派な学者さんも誰もそういうこと言わない。なんかたまたまアメリカ一生懸命やったんだけども、毛沢東の人民の力が強かったなんですよなんかありえないですね。で、私は共産主義政権っていうのが人民の政権でも何でもないと思ってるんですが、大体そもそもそんなのは、そういう意味では国民の支持も得られないし成功するはずがないんですね。でもなぜ成功したのか、ソ連で。それはアメリカが応援した。アメリカがっていうのは語弊がありますけれども、ウォールストリートの金融資本家たち、私たちも懐かしい名前がありますね。ね、ヤコブ・シフなんて、ね、日露戦争を助けてくれたっていうことになってるんです、日本では。それは日本の国債を買ってくれたのは確かですが、でも同時に
ロシアの国債も買ってるんですよ。だからそういうことを、もう日本はもう、国一党かなんかもらってるわけですね。日本の救世主みたいな。だけども、その、ヤコブ支部や、ウォールストリートの金融家と称する人たちは、ロシア革命を支援したっていうか、自分たちが、自分たちの仲間をロシアに送り込んで、いわゆるあの、11月革命というか、ボルシェビキ革命をやったわけです。レーニン、これは、教科書に出てきますね。封印列車に乗せられて、ペテログラードに入ったんですか？でも、どうしてそんなことができるんですかって、ちょっと常識的に考えなきゃいけないですね。改めまして皆さんこんにちは、馬淵でございます。すがすがしいですね。昨日の雨が嘘のような感じでした。昨日テレビ見てましたよね。ニュースで一番最初、大雨のニュースで一番最初に出てきたのが宇都宮だったもんです。これはどうなることだと思ってましたら、今日はなんとかあの綺麗に晴れ上がりました。雨の後のすがすがしい感じであります。今日はこれだけ多くの皆さんにお集まりいただきありがとうございました。今日はお手元に、私のレジュメをお配りしておりますので、基本的にはそれに、沿ってお話申し上げたいと思いますが、いつもあのいろいろ講演の機会をいただいて、いろんな場所でお話申し上げているんですが、しょっちゅう飛びましてですね、あの必ずしもここで、書きました2枚でまとめてありますが、それが全部言えるかどうか分かりません。で、今日は一応あの1時間ちょっと最初お話ししまして、少しあの休憩タイムを取らせていただいて、その後、まあ、あの できる限りで最後までまとめたいと思いますが、それでもし、それで4時には終わりたいと思うんですけども、その後あの司会の方からも後で、ご紹介があるかもしれませんが、お茶でも飲みながら、もう少しこう質疑応答といいますか、突如その38度線を突破して韓国に侵入したということになってますね。で、実際そうなんですが、しかしなんですね。なぜ国連軍が参加したんでしょうね、ということなんですね。で、皆さんご存知の通り、国連軍というものは、まあ、後にも先にもあの時できたんですが、あれが最初だったんですけれども、安全保障理事会っていうのがありましてね、安全保障理事会が OK しないとできないんですね。これは教科書通りですが、と、当時の安全保障理事会、まあ今も同じ、まあ今のとは一つだけ違ってるんですが、安全保障理事会のメンバーっていうのはアメリカとソ連と、あれですね、あのイギリス、フランス、当時は蒋介石の中華民国、今は中華人民共和国で、ソ連に代わって今はロシアですが、これが基本的にはみんな賛成するか、あるいは反対、少なくとも反対しないと、反対することが、なければですね、できないんですね、国連軍。でもちょっと考えてみてください。朝鮮戦争っていうのは北朝鮮の背後にはソ連がいたわけですよね。で、それがほとんど勝ってたわけですね。で、そこに国連軍が介入してそれを押し戻すんですが、その国連軍を作る安保理決議に、まあ、通っちゃったんです。不思議ですね。なぜソ連は反対しなかったのか。この本にも書いたんですが、読まれた方もいますね。当時スターリンですが、スターリンはソ連に出席じゃないかと思ったんですね。それは私のこの国難の正体も実は書いてありますし、今日も本題ではないんですが、そういうことを主体的にしてお話していきたいと思ってたところなんですね。朝鮮戦争とは皆さん教科書で学ばれた、近日性北朝鮮軍が突如韓国に侵攻したと。で、そこで国連軍が、作られて、それで、追い返したと。そしたら今度は中共軍が義勇軍と称して入ってきた。
それで結局3年間戦争したわけですけれども、それで、まあ、結局元の38度線で休戦が成立した。休戦なんですね。まだ終わってないんです、あの戦争は。ただちょっと打ち方やめと言っただけの話で、あの今日のニュースでも流れてましたけども、一部は言ってましたが、あの休戦協定の、署名者っていうのは3社あるわけですけども、皆さんご存知ですね。北朝鮮はもちろん、それから中国が、もう一つはどこかというと国連軍と、まあ、称するアメリカなん。つまり韓国は違うんですね、これが、まあ、一つの謎の一つでもあるんですが、韓国は韓国を舞台にして戦争が行われたんですけれども、その休戦協定の当事者ではないんですね。これはどういうことなんでしょうかということなんですが、ところがとにかくこの朝鮮戦争っていうのは不思議でしょうがない戦争です。先ほど申し上げましたように教科書的には金日成軍が長い間70年間支配してきた戦後秩序の秩序が敗北したと。それが先般の参議院議員選挙の結果ではなかったかと思うわけです。それにはもちろんその前の衆議院議員選挙もそうでしたし、都議会議員選挙もそうでした。その3つの選挙の結果を総括しますと、結局日本国民が立ち上がったんじゃないかというのが私の感じなんですね。もうこれ以上騙されないっていうことなんです、言ってみれば。だから私は今回の参議院議員の選挙結果を見て、いよいよ本当に国民の多くの方が国難の正体をいよいよ見破ってきたと、そういうことにつながっているんじゃないかということを強く感じたわけなんですね。ですから今日どうしても最初にこのことを言いたかったわけなんです。で、なぜそうなのかということはまたおいおいもう少し詳しくお話申し上げたいと思いますが、でもう一つ、実はあの先ほど、主催者の方々とのお話をしながら私もふと思い出して、やはりこれを最初に言わなきゃいけないのかなと思いました。それは昨日朝鮮戦争休戦60周年っていう行事がありましたね。で、北朝鮮に呼ばれてもう日本のメディアも危機として出かけて大宣伝をやっておりましたけども、その朝鮮戦争っては一体何だったのかということを今改めて考えてみなければならないので、気楽な感じで続けられたらなと思っております。さて今日は国難の正体、グローバリズムの罠という題をいただいておりますが、実はこの間ちょうど1週間前に参議院議員選挙が行われました。で、一体この選挙の結果をどう総括すべきかということから入りたいと思いますが、それが実はこのレジュメにはありませんけれども、国難の正体とも結びついているということでございます。どういうことかと言いますと、もちろん安倍自民党が大勝したわけですが、じゃあ誰が負けたのかということですね。まあ報道によれば、まあ民主党だということになるんでしょうけども、果たして民主党だけなんでしょうかと、負けたのは。で、私が思いますのに、実はあの参議院選挙の真の敗者は戦後の秩序ではなかったかという感じがするんです。戦後思想ですね、まあ、GHQ 思想とも言ってもいいんですが、それを体現してきた、まあ、政党で言えば、まあ、民主党以下になるのかもしれませんが、それから何よりもマスメディアですね。それからその他の、まあ、知識人も、多くの知識人も入るかもしれません。経団連だってそうである可能性があるんですね。だからそういう日本の戦後秩序というもの、日本を長いフランス、当時は蒋介石の中華民国、今は中華人民共和国で、ソ連に代わって今はロシアですが、これが基本的にはみんな賛成するか、あるいは反対、少なくとも反対しないと、反対することが、
なければですね、できないんですね、国連軍。でもちょっと考えてみてください。朝鮮戦争っていうのは北朝鮮軍、北朝鮮の背後にはソ連がいたわけですよね。で、それがほとんど勝ってたわけですね。で、そこに国連軍が介入してそれを押し戻すんですが、その国連軍を作る安保理決議にが通っちゃったんです。不思議ですね。なぜソ連は反対しなかったのか、この本にも書いたんですが、読まれた方もいますね。当時スターリンですが、スターリンはソ連に出席するなって言ったんです。その安全保障理事会にね。だからソ連はソ連の欠席のまま国連軍が編成されて、実質上アメリカ軍です。マッカーサーが司令官として行きましたね。不思議ですね。なぜソ連は、だって自分の同盟国の北朝鮮が不利になるようなことに、を認めてしまったんでしょうね。それは単にスターリンが猛毒していたからじゃないんですね。それはちゃんと当時の外務大臣のグロムイコがちゃんと証言してるんですよ、実はね。グロムイコの回想録っていうのは出てるんです。ちなみに私がこの本を書いたもそうだし、今日のお話もそうなんですが、全部公開情報です、基本的に。何もそんな裏情報とかね、ちょっと怪しげな情報屋さんの話を聞いたわけじゃない。グロムイコっていうソ連の外務大臣を何十年か務めた人、その彼がちゃんと回想録で世界に明らかにしてるんです、その謎をね。それでグロムイコが、いや、これはこの国連軍を作るっていう決議に対しては、安保理の決議に対してはソ連は反対すべきだと、当然ですよね。スターリンに進言したら、スターリンは何と言ったかと、いや、ソ連は出席すべきでないと言ったんですよね。その決議案を潰せとは言わなかった。決議案を通せって言ったわけです。こういうことが堂々と公開情報で流れてるんですよ。改めまして皆さんこんにちは、馬淵でございます。すがすがしいですね。昨日の雨が嘘のような感じでした。昨日テレビ見てましたよね。ニュースで一番最初、大雨のニュースで一番最初に出てきたのが宇都宮だったもんです。これはどうなることだと思ってましたら、今日はなんとか綺麗に晴れ上がりました。雨の後のすがすがしい感じであります。今日はこれだけ多くの皆さんにお集まりいただきありがとうございました。今日はお手元に、私のレジュメをお配りしておりますので、基本的にはそれに、沿ってお話申し上げたいと思いますが、いつもいろいろ講演の機会をいただいて、いろんな場所でお話申し上げているんですが、しょっちゅう飛びましてですね、必ずしもここで、書きました2枚でまとめてありますが、それが全部言えるかどうか分かりません。で、今日は一応1時間ちょっと最初お話ししまして、少し休憩タイムを取らせていただいて、その後、できる限りで最後までまとめたいと思いますが、それで4時には終わりたいと思うんですけども、その後司会の方からも後で、ご紹介があるかもしれませんが、お茶でも飲みながら、もう少しこう質疑応答といいますか、気楽な感じで続けられたらなと思っております。さて、今日は国難の正体、グローバリズムの罠という題をいただいておりますが、実はこの間ちょうど1週間前に、参議院議員選挙が行われました。で、一体この選挙の結果をどう総括すべきかということから入りたいと思いますが、それが実はこのレジュメにはありませんけれども、国難の正体とも結びついているということでございます。どういうことかと言いますと、もちろん安倍自民党が大勝したわけですが、じゃあ誰が負けたのかということですね。報道
そうすると朝鮮戦争ってのは一体どういう戦争だったのか。もうわかりますね。アメリカとソ連は結託してたわけです。まあ結託ということは良くないんですが、同意のもとに行われた戦争なんですよ。それはちゃんとご存知のように、ちゃんとそのアメリカが唇を切ってた。アチソンという、国務長官がその年、起こったのは1950年ですよね。その年の初めに、韓国はアメリカの防衛線の外だって言っちゃったんですよね。あえて私は言ったんだと思うんですが、ミスじゃないですよ、これは。だから、アメリカが北朝鮮軍にどうぞ韓国に侵入しなさいって言ったわけですよ。ね。その通り、そこから6ヶ月後ですか ?7 ヶ月後に、6ヶ月後に侵攻したわけですよ。じゃあ当然ですよね。アメリカは、防衛線の範囲外だって言うからどうぞ自由におやりなさいって言ったことですよ。それでスターリンは国連軍をどうぞ作りなさいって言ったわけですよね。そういう戦争だった。で、その事実を知らなかったのがマッカーサーなんです。不思議ですね。国連軍の司令官、事実上アメリカ軍の司令官として、朝鮮戦争、北朝鮮軍と戦った最大の責任者のマッカーサーが、そのことを知らなかったわけです。知らなかったどころじゃないんです。彼はね、朝鮮戦争で当然戦争ですから、勝とうとしていろいろな作戦を本国に進言するわけですね。全部ノーと言ってくるわけですよ、ワシントンは。で、マッカーサーは何が何だか分かんなくなる。で、彼、マッカーサー回想録というのもちゃんと出てるんですね。でも、あまりこの部分は注目されてない。マッカーサーが日本でどういう統治をやったかということばかり、日本では注目を浴びて、朝鮮戦争の部分はほとんど無視されてるけども、堂々と証拠として残ってるんです。マッカーサーは、そのトルーマンの特使のね、アベル・ハリマン、その会談を回想してこう言ってるんです。ワシントンでは外国、特にイギリスの影響力が非常に強く働いている。で、共産主義、つまり北朝鮮軍に勢力ですね、に対する攻勢を強化することにはあまり関心がないと。アメリカ政府は関心がないと言ってる。それによれば、まあ民主党だということになるんでしょうけども、果たして民主党だけなんでしょうかと。負けたのは。で、私が思いますのに、実は、あの参議院選挙の真の敗者は、戦後の秩序ではなかったかという感じがするんです。戦後思想ですね。うん、まあ GHQ 思想とも言ってもいいんですが、それを体現してきた、まあ政党で言えば、まあ民主党以下になるのかもしれませんが、それから、何よりもマスメディアですね。それからその他の、まあ、知識人も、多くの知識人も入るかもしれません。経団連だってそうである可能性があるんですね。だからそういう日本の戦後秩序というもの、日本を長い間70年間支配してきた戦後秩序の秩序が敗北したと。それが先般の参議院議員選挙の結果ではなかったかと思うわけです。それにはもちろんその前の衆議院議員選挙もそうでしたし、都議会議員選挙もそうでした。その三つの選挙の結果を総括しますと、結局、日本国民が立ち上がったんじゃないかというのが私の感じなんですね。もうこれ以上騙されないっていうことなんです。言ってみれば。だから私は今回の参議院議員の選挙結果を見て、いよいよ本当に国民の多くの方が国難の正体をいよいよ見破ってきたと。そういうことにつながっているんじゃないかということを強く感じたわけなんですね。ですから今日どうしても最初にこのことを言いたかったわけなんです。で、なぜそうなのかということはまたおいおいもう少し詳しくお話申し上げたいと思いますが。で、もう一つ。実は、先ほど、主催者の方々とのお話をしながら、私もふと思い出して、やはりこれを最初に言わなきゃいけないのかなと思いました。それは昨日、朝鮮戦争休戦60周年っていう行事がありましたね。
で北朝鮮に呼ばれてもう日本のメディアも危機として出かけて大宣伝をやっておりましたけども、その朝鮮戦争とは一体何だったのかということを今改めて考えてみなければならないのではないかと思ったんですね。それは私のこの国難の正体も実は書いてありますし、今日も本題ではないんですが、そういうことを主体的にしてお話していきたいと思ってたところなんですね。朝鮮戦争とは皆さん教科書で学ばれた、近日性北朝鮮軍が突如韓国に侵攻したと。でそこで国連軍が、作られて、それで、追い返したと。そしたら今度は中共国が義勇軍と称して入ってきた。それで結局3年間戦争したわけですけれども、で、まあ、結局元の38度線で休戦が成立した。休戦なんですね。まだ終わってないんです、あの戦争は。ただちょっと打ち方やめと言っただけの話で、今日のニュースでも流れてましたけども、一部は言ってましたが、あの休戦協定の、署名者っていうのは3社あるわけですけども、皆さんご存知ですね。北朝鮮はもちろん、それから中国がさ、もう一つはどこかというと国連軍と、まあ、称するアメリカなん。つまり韓国は違うんですね。これがまあ一つの謎の一つでもあるんですが、韓国は韓国を舞台にして戦争が行われたんですけれども、その休戦協定の当事者ではないんですね。これはどういうことなんでしょうかということなんですが、ところがとにかくこの朝鮮戦争っていうのは不思議でしょうがない戦争です。先ほど申し上げましたように教科書的には近日成軍が突如その38度線を突破して韓国に侵入したということになってますね。で実際そうなんですが、しかしなんですね。なぜ国連軍が参加したんでしょうねということなんですね。で皆さんご存知の通り、国連軍というものは、まあ、後にも先にもあの時できたんですが、あれが最初だったんですけれども、安全保障理事会っていうのがありましてね、安全保障理事会が OK しないとできないんですね。これは教科書通りですが、と当時の安全保障理事会、まあ今も同じ、まあ今のとは一つだけ違ってるんですが、安全保障理事会のメンバーっていうのはアメリカとソ連と、あれですね、イギリス、